小賀斉藤ペアのインタビューです。試合お疲れ様でした。まずは小賀選手、本当に悔しい。あの試合となりましたが、会場を沸かせるプレーというのは本当にたくさんあったと思います。今の気持ちを教えてください。そうですね。まあ、まずはまあ、負けちゃったのはやっぱ悔しいででやっぱ反省するところが多いんですけど、まあ、いいところもちょっと出てたので。で、まあ2限目が15対9ぐらいで勝ってた時に。 あのリュウチェン選手のサーブの時に結構、連続ポ,あのポイント取られてたので、まあ、やっぱそこの、えー、戦術の変え方だとかをやっていかないといけないかなと思ったのとあとはまあ最後まで点差離れちゃってたんですけど会場の人たちが応援してくれてたので最後ままで力になりました次、斉藤選手オリンピックレースが3分の1終わりましたが手応えというのはありますか そうですね去年よりはまあいい結果で回れてはいると思うんですけどやっぱりこういった試合とかでも本当にあと1点、2点取ってれば勝てた試合とかがもう結構、この 3, 3分の1の中であったと思うんですけどそういうところをやっぱしっかり勝ちきっていかないといけないかなっていうのは正直なところありますもう一度古賀選手今の好調の要因というのはありますかそうですね、まあ 最後だと思ってやるというか、まあ、後がないという気持ちで。まあ、もう一回オリンピックレスできるかといったら、まだ、都市的にもわかんないですし。まあ、最後だと思って、あの、思い切ってやっているのが、いい、いい結果につながっているのかなと思います。では、最後に、斉藤選手、お願いします。次の大会に向けて、一言お願いします。そうですね。まだまだ、負けてしまったんですけど、試合はずっと続くので、気持ち切り替えて、また。 課題とかも克服しながら、練習頑張って、次の試合もいい結果残せるように、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。古賀斎藤選手の、斎藤ペアのインタビューでした。ありがとうございました。